千葉県立市原高等学校は千葉県市原市牛市区にある県立高等学校。1926年に市原学館として設立。1927年に組合立市原中学校と改称。1948年に県立へ移管された。以上の経緯より学校名は旧市原郡に由来する。学生改革で 県立市原高等学校となり、一時基地は県立市原第一高等学校と改称されるが、1961年に元の名称に戻った。1998年に英語化を併設したが、2007年度に生徒現象の理由から廃止された。2009年度に全ての普通教室に冷房装置が設置された。2018年8月、鶴舞桜が、 岡高校と統合することを発表。2019年4月に園芸家を新設。また、鶴舞桜が岡高校の在校生は市原高校に転籍し、校舎移動になるため、鶴舞桜が岡高校の2学科が2021年3月まで暫定的に設置される。千葉県立市原高等学校の前身である。 千葉県市原第一高等学校の名称であった1952年時に設立された文校が現在の千葉県立慶応高等学校である。設立された当初の慶応高校の名称は千葉県市原第一高等学校定時制、家庭やあた文校である。同校は市原市域のほぼ中央にあるため、北部の五位方面からは元より、茂原方面からも来る生徒が多い。 モバラ方面から来る生徒の大半は、交通の便が大変不便なため、同行では、原付バイクの使用を、学校の許可を得るという条件付きで認めている。男女別別男女混合運動系文化系。ありがとうございます。